はい、中島組さんです。よろしくお願いします。あ、どうもこんにちは、中島組です。あの歌姫はね、あの出させてもらって3年ぶりかなと思いますね。とあのおそらくね、あのちょうどフェイスブックいつも上げてたやつが思い出で上がってきてたんでそれが3年前の時、ちょうどコロナになった2年目ぐらいのね、時は参加してたかなというところで、これからどんどん出ていただきますようにはい、あのどんどん出てもらえるようにしたいと思います。今まで工事やってたんです、いろいろ、ここも2階も、ね、まだ2階やってるんですけど、はいはいはい、エアコンも全部入れ替えたり、あ、いろんなことしてるんです。はい、だから2階はもうちょっと、あのいろいろ他のこともやってるんです。はい、はい、まだ時間かかりますけども、はい、はい、まあ、そんなんでね、あ、ちょっとそのままおしゃべりどうぞ。ちょっとあのライトライト、はい、ライトそっち当たってる、当たってる、あなたは背高いからここがあなたに当てないと、あ、背が高いんで、そうですか、はい、顔が眩しいけど、眩しいね、眩しいでしょ。これがスターの、知らないや、スターは眩しいのは、眩しいのは、眩しいのはもう、しゃあない。この眩しいで、あの忘れてるのにね、この歌詞をね、今日も歌えへんからあれだけど、このぐらい明るくなかったら、あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと、気持ちいい感じですか、ちょっと垢抜けた感じで、あの、見たいと思うんですけど、まあ、そんなんでね、あの、歌姫ということで、あの、男性がね、だいたいしもべっていうね、ところで、はいはい、あの、そういう、ライブっていうかね、歌ったらあかんなんですか、男性は。男性、まあ、どうだろうね、あまり集団で歌ってるのも聞いたことないね、やっぱりこう、歯もたりね、そういうのはあれですけどね、まあ、そんな感じで、はい、そしたら始めましょうか、はい、まあ、あの中島組に行きましてもらいます、どうぞよろしくお願いします。メンバー紹介、ギター、ウキさん、ボーカルくんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。中島組、ボーカルの組でございます。私もね、あの歌姫は本当に久しぶりで、あの、まあ、記録帳を作ってるんですけど、それ見てもちょっと今の記録帳に載ってないぐらいね。何冊か前の、もうコロナがだいぶ間空いてますから、はいはい、うちも営業してませんでしたからね。はい、久しぶりに、ね、あの参加あのさせていただいて、あので今日もね、いつもこのなんていうか黒っぽい衣装なんですけど、今日なんか可愛らしいワンピースで、あのメンズのと一緒に、あのやっぱりね、歌姫だからこのワンピース着ようと思って今日は可愛く着てきました。可愛いですよ。ありがとうございます。先日の日曜日にね、ある場所で、浴衣歌姫というのがありましてね、はいはいはい、その時はもう浴衣をね、家で着ていったんですけど、もう汗だくれになってちょっと帯締めて、はい、暑かったですね。大変でしたけど、まあ、やっぱりね、ワンピース洋服はもうさっと着れるので、まだ楽しいので、今日はこれで行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。1曲目は、中島みゆきさんのね、提供曲、研ナオコさんの曲なんですけども、あの中島組、いつもこれ一番先に発声練習代わりにやらせてもらってます。で、次の2曲目なんですけどね、これ初めてなんですね、うちさん。本邦初演で、まだ全然ね、練習もちょっとね、おろそかなんで、まあ言い訳なんですけど、やらせてもらいたいと思います。どうぞ。中島みゆきさんもね、中島組で、初めてというね。研ナオコさんへのこれもね、提供曲で、みゆきさんは CD 出してないんですけども、夜会というね、ドラマ仕立ての音楽会の中でみゆきさんがギターを弾きながら、周り3人ぐらいね、ギタリスト、プロのギタリストで、一人は12弦ギターですか、弾きながら、すごいアンサンブル、ギターアンサンブルの中で、みゆきさんの透明な歌声が流れて、もうひらーって思うんです。全身鳥肌状態になるぐらい感動した歌がね、今 YouTube でも弾けるんですね、それ。YouTube じゃないですか。あ、何ですか。もう、サイトでね。でもよく聞いたら、なんか研ナオコさんの声によく似てるなっていう。でも映像がすごかったです。はい、そういう曲で、どこまで攻められるか。窓ガラスです。言ってなかった。次は窓ガラスという曲です。振られても振られても
私は MC 担当なんですけどね、まあ、12弦ギターだから、まあ、6弦ギターの、時間倍かかるということで結構長いんですよ。その間私が MKG に言わなあかんですけど、何言うていいかいつもね悩ましいんですよね。で、まあいいですか、はい、では時は流れていきなり、はい、恋しのように
Thank you.
ありがとうございます。あと、2曲ですね。あと2曲になりました。次はですね、エレンという、まあ、悲しい、話の内容で、これは中島みゆきさんが実際にあったことをね、まあ、その曲に作って、エレンというのは人の名前で、ヘレンさんという、同じマンションに住んでた娼婦で、その人が殺されはったんですね。それをそのみゆきさんが、まあ、痛むというか、そういう悲しい出来事を曲にしたという、エレンという、ね、長いくらい悲しいという曲を、力いっぱい歌ってみたいと思います。口に出せない奴らが流す悪口。
しれない。お前は立ちの悪い女で死んでいてよかったやつかもしれない。けどどんな噂よりけどお前のどんな作りはないよ。私は笑わずにいられない。寂しさだけは真実だったと思う。今夜雨は冷たい。行く先もなしにお前がいつまでも明かりの暖かい灯だ。ですね、これはね、はい、よう全部覚えてありますね、2人とも。だいぶね、ええ、だいぶこなしてきてますね。話変わるんですけど、いつも練習はお二人はどないして練習されてるんですか？練習はね、もうここなんですよね。あ、ここでやってありますか？で、あのライブの前の、もう時間の前にね、もう車で行くことは車の中で合わせる。あ、素晴らしい、それだけ、こんだけ。うちさんがね、ギターだけの動画をね、LINE で送ってくれて、はい、それを私が録音して、はい、で、朝、ウォーキングの時に、すごいすごい。で、一緒に歌、あの、合わせて。毎日、もうどこでスタジオか、どっかでやってんやん。ああ、全然、ミューキーズの場合はね、あの、もう一つのユニットの、はい、ピアノのスミさんとの、はい、練習場所は、阪南市の西鳥取公民館。なるほど。で、月に2回ぐらい。そうですか。はい、グランドピアノがあってやってるんですけど、はい、中島組の場合はそういう感じで、ね、遠いですしね、うちさんと遠隔で、ね、いやいや、もういつでもここを利用してくれたらいいよって今言おうと思って。ありがとうございます。はい、はい、もう平日でも何でも、はい、みんな、はい、まあ、中島組の場合は、なんていうか、曲が絞られてきて、それを何回も繰り返しやっていく、うん、でミューキーズの場合はいろんな曲でこう、ありますのでね、500曲の中からちょっとやりたい曲を選んで、
すごいな。500曲。まだ全然行ってないですけど、吹き出しをちょっと増やしながらやっていく。素晴らしい。はい、で、そのミューピーズなんですけどね、今度のね、10月の歌姫、10月の8日でしたか、はい、出させてもらいますので、マスター、マリさん、またよろしくお願いします。お願いします。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。久しぶりじゃん。久しぶりで、連続で、ね、出させてもらえるっていうのは、本当にね、久しぶりです。中島組も出てくださいよ。中島組12月。あ、12月。12月ですね。はい。出れたら。はい、出れたら。します。はいはい。もうどんどん参加していただいて。いつも言ってるセリフがあって、皆さん、しもべしもべって言って、で、私は、お給料払ってませんから、しもべではありませんって言います。それ、久しぶりに。はい。そしたらありがとうございます、最後の曲になりました。最後はですね、ちょっと明るめの曲で終わりたいと思いますので、小石のようにという割とね、なんて言いますか、何て言うの、手拍子とかいただけたら嬉しい曲でございますので、よろしくお願いいたします。はい、まあね、中島君ありがとうございました。どうもありがとうございました。海は大谷。
ありがとうございます。ありがとういただいて、本当にね、久しぶりの歌姫で、最後。本当に人数に関係なくね、こういうふうにね、できるっていうのは本当に嬉しいことで、ね、はい、もうちょっと、なんせ12弦ギターですからね、倍かかるんで、最後はですね、一応ね、あるかもしれないなということで、ホームにてね、いつも最後にやらせてもらっているので終わりたいと思います。どうもありがとうございました。どうぞ。ギター、内さん。